いつもご視聴ありがとうございます。今回はマクロスからちょっとマニアックなクアドランローです。なんかでっかいパースがあるで、これパイロットのミリアがついてます。これがなかったら買うことなかったな。塗装しやすいようにある程度組み立てます。ヤスリの粉を一回洗浄して、乾燥したら下塗りの黒でグラデーション。で、ボディ色はメタルレッド。内装はナチュラルブラウン。で、この辺はニュートラルグレー1。黒い部分はメタルブラックです。ミサイルハッチはピンクパープル。ミリアのスーツとヘルメットはモンザレッド。細かいところは筆塗りで。ミリアの顔なんやけど、その辺の卵のパックみたいなやつを適当に切り出して、ヘルメットのシールドにして、シールド平状態で顔が見えるようにしたった。こういう細かいところはエナメル塗料よ。ミリアの髪を塗って、唇の赤、瞳でカールついてるから助かるわ。ちょっとミリアが可愛い系に寄りすぎない気もするけど、まあこれはこれでよしかな。
最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあねー。